はい、ドン。はい。始まりました。おすすめ山飯。今回やりますのは、カップヌードルあんかけ片焼きそばです。イエーイ。用意するものは、カップヌードルに小麦粉。僕はちょっとね、もち鶏粉でありますけど、あと卵1個に、まあ、油ですね。あと、水ですね。はい。これでできます。はい、カップヌードル開けましょう。はい。日清さん、カップヌードル赤ですね。はい。はい。湯沸かしましょう。はい。おい。目まとい。目まとい。はい、オッケー。何しようですか？これなんかちょっとゴミ浮かんでません？なんで食中毒になる私この間食中毒になりましたよ。多分カンピロっすね、うん、この間のつくねでなりました。今年なってないよ。なってもう3日3晩もう高熱もう39度以上あったわ。3日？おう、3日3晩で治らんかったよね。なんかもうそっからもうずっと下痢です。大変な目に遭いましたね。皆さん食中毒にはお気をつけください。山飯するにしても飲んでやろね、あれね。いや、多分直接触ったかもしれんね。あ、調理の時に。おあれ、辛かった。その手を召し上がられたんですかね。多分あれ舐めたんでしょ。バク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 ってドワーシ。はい、乾杯。乾杯、チーン。あなた何色のカップヌードルが好き？青いカップヌードル。青が好き？一緒やわ、うん、シーフード。やっぱシーフードが一番美味しいよね。美味しい。はい、さあ沸いてきましたね。これもういいよね。うん、もういいんじゃない。いい。はい、よ。はい、ではちょっと2分ですね。2分待ちましょう。なんか変な音してますよ。2分経ちました。タイマー、今のタイマーポコ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 って宇宙っていうタイマー。あー、宇宙、あれ宇宙だっち。じゃあ宇宙タイマーが鳴ったので、はい、固い状態で、はい、とりあえず、汁だけ出すんですけど、はい、汁を、お、よくいけるかな。うまい。ここ汁だけ。美味しいもの落としたかも。いっぱい落ちてますよ。もうこれあんに入れとこ。あー、いいね。あんにした。はい、このヌードルスープであんを作るんだね。はい。もち鶏粉。もち鶏粉、じゃあこれを代用しますので。はい。小さじ2杯。2杯を。あれ。これを1だと思って。はい。ざっくり。ざっくり。ざっくりいきました。混ぜ。うん、とろってきましたね。でもなんかちょっとまだスープっぽい。スープっぽいね。うん、とろみ足らんし、もち鶏粉じゃちょっとうまいこといかんす。ストップって言ってよ、うん、結構うまい。いいんじゃない。行こう、これ。いいよし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 。あ、急げ急げ。団子なんじゃないのか。団子になるな。あ、のりのばさん。団子になるよ。おかんの職場の、のりのばさんっていう人おったらしい。そうな。のりにしよったらしいわ。はい、あん完成。はい、あんができましたので、次は焼いていきます。人思いにやってくれ。やるよ。人思いに割ってくれ。その割るよ。たまたまちゃん、たまたまちゃん。いやいや、うん、お、うん、パカー。お父さん、あ、カラー入れてます。はい、カラー入れてます。カルシウム入ったよ、カルシウム。いや、もうサルモネラ、サルモネラ。よく焼かないと敏感になってます。まあ
混ぜます。わあ、もうなんかそれでうまそうなんですね。混ぜます。でもよく焼かないとね。あ、そうだね、怖いわやっぱり。怖いだろ。昔の俺ならもうこれでずるっといってたわ。はい、混ぜ混ぜ終了。はい、そしたらこれをフライパンに移して焼いていくんですか。はい、 OK です。焼きます。オリーブオイルちゃんも、オリーブオイルちゃん、おすすめはごま油らしいんですけどね。そうだよね、うん、ごまがないんだよ、オリーブで。いきますね。はい、おー焼けてる焼けてる、うん、焦げの感じがした。あ、確かにもうすでに焦げの感じするね。ね、ひっくり返してみましょう。はい、さあ挑戦です。はい、おーうまい、うまいやん、全然うまいことできとるやん。できとる、うん、美味しそう。あー、いい感じいい感じ。あー、いい感じだ。はい、釜飯丼にしてちょっと蒸しますか。まあこの間怖かったけどね。私怖いです、すごく怖いです。この山飯シリーズ怖いです。命がいくらあっても足りません。生物使いたくないですと。3日寝込みましたからね、もう怖いです。見ようか。焦げの匂いを感じます。開けます。じゃあいいね、いけますよ。はい、どうですか。ああ、いい感じじゃないか。まだ大丈夫ね。うん、まだ大丈夫。あ、もう温めると。はい、あ、もう温めると。はい。ポン。うわーい、片焼きそば。片焼きそば置きまして。はい、で、あんが多分ぬくもってきたんで。早くももうブクブクしてますね。これをこれに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 。いきまーす。いけー、じゃん、完成です。完成、カップヌードル片焼きそばです。完成です。あんかけ、はい、実食。なんかジューシーな色してるね、うん、なんかジューシーですな、うん、すごくジューシー。はい、食べてみましょう。いただきまーす。はい、よし、これはすごいぞ。これいけるか。うん。うまい。おいしい。おいしいよね。うん。うん。片焼きそばって感じじゃないね。片焼きそばって感じじゃない気がする。なんでしょう。なんでしょう。なんだこれ。うん。うん。うん、もっと焼いた方が良かった。柔らかいよね。けどね、うまい、うん、とろみのついた、うん、カップラーメン。そうです。あ、この断面がこれいいじゃん、うん、この感じです。この硬くないんですよ、この柔らかいこの、うん、この感じのとろみのついたスープの、うん、カップラーメンです。そうです、うん、卵焼きみたいなね。卵焼きみたいな。あ、そう、卵焼きみたいな。だし巻き卵です。だし巻き卵。だし巻き卵です。あ、うん。美味しい。辛めで。すごく辛いですね。辛い。登山にぴったりまた。あ、確かに。すごく辛いです。辛いです。うん、皆さんやるときはね、これはちょっと、うん、なんとか薄めて食べてほしいですね、うん、あんめちゃ多く作るとか、うん、うん、これは合うよ、これは合うよ、合う。はい、ごちそうさまでした。あっという間に完食。どうでした？もちもち卵、だし巻き卵。メニュー違うやん。あんかけだし巻き、うん、じゃね、ラーメン、うん、カップラーメンのまんまでした、うん、言ったら、うん、スープがあんになった。はい、ちょっとまとまりのある、うん、
ヌードルでしたね。うん、ちょっと塩分強めなんで、うん、皆さんこれも薄めにね、あんを薄めに作るかなんかして、うん、塩分対策をしてくださいと。それかもめちゃくちゃ山登って汗かきまくる、うん、このぐらいの塩分必要ぐらいの汗をかいて食べましょう、うんうん、はい、美味しかったです。美味しいです。はい、面白いです。卵焼きで、ね、